どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回はですね、視聴者の皆さんに一つ謝らなければいけないことがございます。というのもですね、昨日お知らせが更新されまして、こちら、最強決定戦がまたやってくるみたいです。今回の最強決定戦に関しては、僕が今全力で1位を狙いに行っているオールスターリーグとは別で、12球団別のリーグ、まあ純正チームで戦うというものがやってきているみたいです。でですね、ここで皆さんに一つ謝らなければいけないことがあるんですが、私まだこの最強決定戦、まあ、純正チームではですね、とても上位を狙えるチームが作れておりません。まあ本当にですね、日々コメント欄で純正も作ってほしいと、まあ、いうコメントをですね、いただいていて、まあ、僕もね、まあ、ずっとこれは言ってたんですけど、将来的には12球団すべてね、オールSランクで純正チームを作るという夢はあるんですが、現状ですね、まあ、オールSランクのチームもまだちょっと調べてみたところ厳しいというのと、まあそれはさておき、育成に手が全然回ってないんですよね。はい。まあと言いますのもですね、まずこのプロスペースにおいては、その12球団、まあ普通の縛りなしのチームで本当に全国1位が取りたいということで、まずそちらをね、全力で育成を行っております。まあ正直ですね、特訓レベルと、まあ、限界突破だけ意識してやっていくのであれば、まあそれでも結構レベル上げ大変なゲームですけど、まあまあまあ純正とかの方にも手まだ回ると思うんですよ。でもやはりですね、全国1位を全力で目指すにあたって努力をしないといけませんと。はい。その努力というのがもうこれですね、特殊能力、もう全員レベルマックスに僕はしております。合計特殊能力のレベルが360いってます。でこれでコンボがまた一つ強力になって、星さんのですね、かなり上位の方になるんですよね、ここ。はい。まあこれがですね、本当に覇王で戦っている相手とかを見てもですね、ほとんど発動している人がいないというか、まあ、チームを見れば合計特殊能力レベルが360に達している人がもうこの覇王の一桁ランクとかでもほとんどいないので、まあ、逆に僕もね、実は僕でもですよ、まだ課金してない方なんですよ、プロスピこのレベルで言うとね、僕よりもっと課金してる人とかいて、まあ、もっと引き運いい人とかもいたりしてですね、そういう人になんとか挑んでいくためには、やはりね、この合計特殊能力レベルを上げたりして、まあちゃんとね、努力をやっていかないといけないというところなんですよね。でこれもしね、いたらね、共感してくださると思うんですけど、合計特殊能力レベル360って鬼ほど大変なんですよ、これ。本当にもうめっちゃめちゃ大変で、まあ僕も実際目指し始めて、とりあえず今までこうできるまでに半年以上かかってるんですけど、まあ一度完成してもですね、もちろん最近もベストナインタイトルホルダーで、まあ将来的にオーダーに入ってきそうな選手4選手ね、100連で引けたりして、もちろんその選手たちもね、また一気にレベル5まで持っていかないといけないんですよ。でまあただ継承ができる選手っていうのはとりあえずレベル3まで上げればいいので、レベル3まではねまだ楽なんですけど、4、5ってもうほんとめちゃめちゃアイテムコインが必要で、それがしかも今3つあるんで、昔の2つじゃなくて、ね、しかも継承するにしても、例えば坂本選手とかも何でしょうね、こう2個しか持ってないところから継承するんで、1つはレベル5まで自分で上げないといけないとか、結構ですね、本当にまあ言い訳になっちゃうんですけど、そっちで全力で時間を使っていて、まだ純正の方の育成に手が回っておりません。まあ、またですね、皆さんご存知だと思うんですが、この秋ゲーム TV でもプロスペースパワープルアプリと2本ソーシャルゲームを実況していて、まあ、もちろんパワープルアプリの方も育成であったり、まあ、やらないといけないことがたくさんあるんですよね、動画以外でも。プラスですね、私最近実写チャンネルというものをやっております。まあ先日挙げたプロ野球選手とのねコラボ動画なんていうのは、このプロスペースの動画見てくださっている方は楽しんでいただけたんじゃないかなと思っているんですが、いやー最近ですね、本当にありがたいことに、こう他にもウームの運営する他のチャンネルに、たくさん出させていただいたりと、今もですね、ウームの事務所で撮影していて、目の前にはですね、目の前というかこの壁越しにはですね、はいどうも水溜りボンドですさんがね撮影してたりもするんですけど、まあ本当にありがたいことにこうたくさんね、いろんな仕事をさせていただいていて、やはり正直時間が限られてるんですよね。そんな中でもちろんね、純正もちょっと育成やることはできるんですけど、そしたらおのずとこの12球団の方が全国1位を目指せるレベルではなくなってくるので、もうここで皆さんにもうずっとねコメントでも言われてたんで、もう明言させてください。まずは12球団で全国1位目指させてください。まあ、ちょっと最強決定戦の1位はね、本当にとんでもない高い壁だと思うんですけど、とりあえず覇王の1位、これはね、まず皆さんここにね全力を注がせてもらいたい、うん、と宣言させてほしい動画です。もう謝罪もしつつ宣言もさせてくださいというね動画でございます。まあというのもですね、もちろんですよ、12
12球団でも1位取って純正でも1位取る、この実況ができればね本当に皆さんに楽しんでもらえる実況になると思うんですよ。ただ一番良くないのはやっぱ中途半端なことだと思うんですよね。純正繊維12球団繊維みたいな、これはもう何も面白くない多分実況してても。だったらまあ正直ねやっぱ課金とかもこうなかなか学生さんとかできないじゃないですか。でも僕は YouTube ってここは素晴らしいと思ってるんですけど、僕もね大学生の時にパズドラやってて、でもそんなに課金もできないしそんなにパズルも上手くなかったんですけど、高いレベルってこう夢あるじゃないですか。それをね僕はね例えばパズドラの実況のサスケさんとか見てね、うわーとかね、もう自分でやるよりこの人の動画見てる方が面白いっていうそんな感じだったんですよ。まあ、そんな感じですね、何人かの方は僕のことをね見てくれてるかもしれないんで、やっぱりその期待には応えたいということで、ちょっとですねまずは皆さん12球団の純正を目指させてください。うん、でもそっちは本当に全力で頑張るんで、いくら忙しいって言ってもまあ今日もですねずっと飛行機とかね、最近飛行機って Wi-Fi 使えるんですよ、だから飛行機とかね電車の中でもずーっともうね、まあ今はですねこのクロスパーク進めてまして、試練もちょっとやってっていう風に頑張っておりますので、まあ本当にねそっちは皆さんにねいい結果をお知らせできるように頑張っていきたいなと思います。本当にすごいチームできそうなんで、それはまたね今日夜動画上げたいなと思っております。はい、そんな感じでございました。いや本当嬉しいお話ですね。もういろんなところでその他のチャンネル呼んでもらったり、コラボしてくださいって言ってもらったり、実写チャンネルもねたくさんの方に見ていただいて、チャンネル登録者数がなんと4万人突破したりと、本当にありがたいことだと思っております。ただ本当に最近思うのは時間が足りない、1日のもう睡眠時間も本当にかなり削って頑張ってはいるんですが、ちょっとねもう一人やるのは厳しいのかなと。まあもちろんマネージャーさんがそのなんだろうな、いろいろとそのホテル取るとかなんかこうスケジュール組んでくれたりっていうのをやってくれてるんですけど、基本撮影編集とかこの YouTube のこの動画を出すということに関しては全部一人で行っているので、まあもう何が一番ベストなのか分かんないんですが、今後その編集者の方を雇うとかっていうのはちょっと検討していきたいなと思っております。はい、まあそんな感じです。でですね、ただずっと言ってる通り純正チーム将来的には作りたいと思っております。それも全部12球団で10年後とかには。はい、ただ私巨人ファンなのでちょっとねコメント最近よくいただくようになっていたのでちょっと意識してます。もうなんか OB とか誰でもいい時はジャイアンツの選手もらっておきたいとかそういう感じですね。でボックスを見せてほしいというコメントもあったので、ちょっとね S ランクだけちらっとお見せしておきましょう。はい、球団によって結構ばらつきあるんですよね。楽天とか結構多いんですけど、これまとめてないんでね、岡島が3人いたり唐島も2人いたりとかそんな感じですね。はい、楽天かジャイアンツがおそらく一番多いんじゃないかなと思います。で選手寮の方に OB は基本ぶち込んであります。使わない OB は選手寮にあるっていう感じなんで、そちらも後でお見せしたいなと、はい、いうところです。なかなかね本当にさ、やっぱタイムイズマネーというか時は金なりとはまあ言いますが、やっぱ時間ってね24時間しかないんですよね、残念ながら。地球じゃね48時間あればな、本当もっと YouTube もやりたいことたくさんあるんですけどね。時は金なりタイムイズのマネー、よいしょ、まあこんな感じで供給見ると選手量こっちもでもね結構あるんですよ。あれだな、意外と現役の選手もいますね。意外と現役もぶち込んでるな。でも一応調べてきたんですけど、野手13人投手11人いるわけですよ。金子千尋投手セレクションのは持ってるんですけどね、変化球やっぱ素晴らしいんでね。ただ特殊能力が2つしかないので結局ダメなんですよね僕のチームにおいては。いや本当にね12球団の方のチームは本当にみんなに楽しんでもらえてる動画がね撮れるなっていう感じが本当に昨今めっちゃしております。さっき動画先に撮ったんですけど、今日の夜上げるその将来のオーダー紹介の動画なんか見ると、やべえと、ついにこのレベルになったかというようなですねチームになっておりますので、ぜひ皆さんねこちらの方も楽しんでください。はい、とまあそんなわけで全部お見せしたんですけど、ちょっと残念ながらオール S ランクにはできないというか、まあできたとしてもの問題ですよね。はい、やっぱりできてもまあ少なくとも特訓レベルは全員マックス、まあ限界突破もそれなりには進んでいないと。まあさすがに合計特殊能力レベルそっちも360とまでは言わないんですけど、まあでも240とかのラインまではいかないと上位では戦えないのかなと思ってます。はい、あプラスそうだ、もう一つ困っているのは純正時間、その取れる範囲でもそのなんだろう、取れない範囲でも特訓レベルとか上げていくことはできるじゃないですか。
僕のガチャ引く回数でもそれ間に合わないんですよね。12球団でギリぐらい。ジャイアンツの選手の特訓レベル上げるっていうのができないんだよ。結構難しいなと。どうやってみんなその辺こううまく立ち回ってんのかなと。やっぱりそこも時間使ってやっぱトレーナーに回す選手のレベルを上げたりしないと、おそらく2つあれっていうのは難しいと思いますね。で、12球団と純正どっちがいいですかっていうコメントもらうんですけど、まあまあ、本当にそれって好きな方でいいのかなと僕は思ってます。でも純正で本当のトップ目指そうとすると相当課金しないとできない気がしますね。無課金とか微課金の人には12球団の方が優しい気がします。やっぱり最新シリーズが手に入りやすいので、そっちの方が。もちろんコンボはね、最大コンボ上昇量がかなり純正の方が良くなるっていうのはあるんですけど、まあ選手能力が一つ12球団には勝てないというところと、最新シリーズで揃えるっていうのが非常に難しいっていうのはあるのかなと思ってます。ただやっぱりね、これがあるんで、この最強決定戦ねがあるんで、僕もねこうしっかりと入れるようにやっていきたいなと思っております。まあただ今回もね、どっかではエントリーしようと思ってます。 A ランクレベル60とか大量にね、あるんで、まあまあまあ少なくともそれなりのチームは作れるかなということで、まあそれでね何位ぐらいになるのかちょっとね見てまたね次回以降に育成頑張っていければなと思っております。なんとかね本当に頑張ります。ちょっとね、まあ、各所でね応援してくださってる方、まあ、パワープルアプリもやってて、パワープルアプリも見てるし、プロスペースも見てるし、実写チャンネルも登録してるっていうね方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね全ての場所で皆さんにね少しでも自分のできる限り楽しい動画をね届けられるように今後も頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さん引き続き応援のほどぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今後のアキさんの活動いろんなところ応援してもらうよっていう方はね、ぜひともチャンネル登録高評価ぜひ押していってください。皆さんのねワンクリックが僕のモチベーションになっておりますので、ぜひね実写チャンネルも見てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。